改めておはようございます。速稼塾の久保でございます。今日はインドネシアバリ島からお送りします。さあミスターマイアミ様から、アメリカのね、それから日本の世界の医療のこと、ゴミのこと、非常に学ぶところが大きい動画でしたね。まあ、この今回のミスターマイアミさんからのメッセージも、一つのね、重要なコンテンツだなというふうなところが多いんですよね。私も考えることが多くて、やっぱりいろいろと学んでいかないといけないなっていうのは改めて思いましたね。本当にありがとうございます。まあ、そしていつかね、このバリ島に一緒に来れるといいですね、ミスターマイアミさんね。さあ今日はですね、これからインドネシア、東南アジアの、経済セミナーがありまして、その後バリアンさんというね、祈祷師の方のところに伺うことになります。私も2月に祈祷師さんのところに行って、まあ、ご相談させていただいた結果、まあ、その通りに順調にいっているということなんでね、非常に、素晴らしいなと、そんなね、一日が待っているかと思うと楽しみでございます。さあそこでですね、ミスターマイアミさんに今日のご質問でございます。まあ、占いとかね、スピリチュアル、オカルト、この辺はね、どうなんでしょうかね。マイアミの方で流行ってるかどうかっていうのも変ですけども、例えばテレビのプログラムでそういうのがあるとかね、心霊があるとか、占いが流行ってるとか、スピリチュアル系の商売されてる方がお知り合いにいるとか、そういうのはどうですかね。まあ、私はね、日本で過ごしてみると、占いとかね、スピリチュアルっていう職業でされてる女性の方をね、まあたまに見るんですよ。まあ、風水っていうものも最近深い縁を持ちましてね、なるほどなと、やっぱ東洋っぽいなと思ったんですけども、まあ、その辺はいかがでしょうか。ミスターマイアミさんへのご質問でございます。ちょっと Facebook ライブでね、変えさせていただきましたけども、Wi-Fi のね、このすごく重いんですよね。で、Facebook の拡張子だと結構ね、アップロードが早いんで、そういう風にさせていただきました。多分ね、この4日間、5日間、インドネシアにいる間は Facebook ライブからメッセージを送りすることが多いと思いますので、よろしくお願いします。それでは他の視聴者さんもありがとうございます。